見せしたいと思います。皆さん、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。 A イコール440で一般的に、チューニングがなされています。これで、有名なボブ・マーリーさんのノーマン・ノー・クライを弾いてみましょう。いきます。これが A イコール440で合わせた場合です。でこれからが It's Showtime、 少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。今度はですねA イコール、433で合わせました。ほぼオルゴールと同じ音です。これをもとに同じ、ボブ・マーリーさんノーマン・ノー・クライを弾いてみましょう。435の方がより温かみのある音になるでしょう。たったこのね 5Hz の違いでこれだけの違いが出るんです。ギターっていうの奥が深いですよ。ちょっとね、皆さんもチューニングに関してこの音っていうのは日本人にとってすごく心が温まるんです。チューニングが大切ですよ。皆さんね、ちょっとどうしても行き詰まった時にはチューニングをちょっと上げたり下げたりしてみてください。それだけで大きく変わります。ギター楽しいですよ。それではまた。